皆様お晩でございます。本日は花ちゃんと語る会の開催、本当におめでとうございます。こんなにたくさんの皆様が一つの会場に集まって懇親できるこの場、久しぶりに経験をいたしました。まあ、芳賀さんへの期待の高さ、そしてまた日頃の芳賀さんの活動の賜物ではないかと、本当に素晴らしいと思っています。そして今日は県内の各首長の皆様、企業を代表する皆さん、そして議員の皆さん、また働く仲間の皆さん、そして何よりも各地域で芳賀さんを支えていただいている本当に多くの支援者の皆様、もう県内各地から集まってくださいました。私正直、この2月ですから猛吹雪だったらどうしようかと、芳賀さんに代わって私も本当に心配してたわけでありますけれども、天気も芳賀さんに味方してくれまして、比較的穏やかな天気に恵まれ、おそらく今日の移動は比較的楽だったんではないのかなと、そんなふうに思っているところであります。ただいまご紹介いただきました、私は今、国会の中で国民民主党新緑風会、参議院の会派なんですけれども、会派の議員会長を仰せ使っております。芳賀さんとも同じ会派の一員として一緒に常に活動しているわけでありますけれども、この会派の中で本当になくてはならない重要な仕事をたくさんしていただいています。政調の副会長としてさまざまな政策についてもいろんなご意見いただきましたり、また会の運営、まさにですね、プロのような司会ぶりで司会進行していただいております。なんかあるところからはアナウンサーなんだと、そんな声が聞こえてまいりましたけれども、本当に会の円滑な運営、そして何よりも政策につきましても、お配りいただいているこの花道や大仏、本当に頻繁に、この活動報告を出していただいてますけれども、なんかこう、かゆいところに手が届く、なんかこれおかしいな、あれどうなってるんだろうなという、一人一人の本当に素朴な疑問を国会の中で厳しく質問をして、答弁を引き出し、おかしいという声を共有しながら、今の芳賀さんの活動に出しておられると、こんなことであって、やっぱり何よりも芳賀さんの活動の原点は現場にあり、一人一人の声にあるんだということを改めて感じているところであります。そして何といってもこの人脈の広さですよね。今日はお忙しい中、福留則夫さん、もう私から紹介するまでもなく、もういわゆるズームイン朝のキャスターとして芳賀さんとの掛け合いもありました。そして、3年半前の、参議院選挙の時にもわざわざ駆けつけていただいて、私も3年半ぶりに、今日この場でお目にかかるわけでありますけれども、本当にこの場に駆けつけていただいて、この会に花を添えていただいております。ぜひですね、今日久しぶりにこういった会が開けました。今までの思い、そしてさまざまなこの芳賀さんに対しても大きな、ご支援、そしてさまざまな声をお寄せいただければ大変ありがたいなと思っているところであります。先ほど司会、奥山千鶴子さんからもご紹介いただきました、早いもので半分が過ぎまして、残すところあと2年半となりました。折り返し地点を過ぎて、ますます、活躍の場が広がる芳賀さんに対してさらなる大きなお力をいただきますことを心から、皆様にお願い申し上げまして、冒頭の挨拶に返させていただきたいと思います。本日は本当に芳賀さんおめでとうございます。さあ、それではお待たせいたしました。皆さん大きな拍手をよろしくお願いしますね。本日のスペシャルゲストにご登場いただきましょう。福留則夫さんです。よろしコートを着てましたら、かみさんが、あなた山形行くんでしょ、
一番雪の風俗なのよ、みんなダウン着てるわよって言われたから、確かにみんなダウン着てますね。でこんな格好ですいません、とりあえずもう何もかもこう忘れ物が多くて、携帯でも忘れちゃいけないと思って携帯の充電器持って行きなさいよってカメさんに言われて、携帯の充電器をポケットに入れて携帯を忘れてきました。81にもなるとこういうこともあるんです。でもまあ、とりあえず3年半前からね。そうです、はい、皆さんありがとうございます。あの時はびっくりしたね。何がびっくりしたかっていうと、初めて立候補して、あなたの取った票、何票で当選した、すごかったよ、あの数字は。まあね、それでも皆さんのお力で、1万数千票上回って、現職、まあ、2期目現職強いという中で、皆さんが、そして先輩の福島さんも含めてですね、今日集まり皆さんが中心になって、本当に押し上げていただき、でその時ですね、花が出ると聞いて、大先輩の福留さんがですね、よし、俺行ってやるって言って、福留さんから連絡をいただきですね、駆けつけていただき、本当にボランティアで、熱烈を応援していただいて、もう感謝、感謝です。ぜひ皆さんも一緒に話していただきたい。理由は簡単。恐怖とは思ってなかった。心配だったんですよ。ずっとそばから見てて、一緒に番組を長くやってきてて、だからといってテレビの画面に出てるからそのまま受かるって、そんな甘っちょい世界ではないこともよく分かってますので、これは大変だろうなと思って、私は正直難しいんじゃないかなと思ってたけど、本人はどう思ってた、いけると思った。いや、いけるとはもちろん思ってないんですが、うん、当時安倍政権、まあまりにもひどいという思いはありました。まあ、でもちょっとやはり長年放送の忙しい仕事をしてきたから、今度は少しゆっくりしたいかなと思って、一旦お断りをしと思っているところに、まあ話で、今進んでいるというのが新聞に出まして、まあ、そうなるとですね、あのひどい安倍政権の中で、まあ、現職2期目は強いだとすると、なかなか、いや浜さんやっぱり断ったとなったら引き受ける人が出てこないんじゃないかと、そうなるのはやっぱりあまりにもおかしい、あの時の安倍政権の状況だったので、これはもうダメでも挑まなきゃいけないなと。で当時63になれば年金が出ましたから、はい、あと1年まあなんとか頑張ればいいやというんで、捨て駒にもなってもいいなという思いで挑んだら、皆さんが本当に草の根で、船山さんもね、当時浜さん、草の根は強いのよ、総理や人気の大臣が来ても草の根は強いと信じて頑張りましょう、そのアドバイス通りになったし、向こうは総理も何回も来た、まあ、人気者のね、当時人気があった大臣も来たけれども、それを打ち破ることができたという、その中に、まあ、向こうはね、大臣だ総理だが来るけれども、アマちゃんは昔からのつながりのあった福留さんであるとかね、まあ、作曲家の方だとか、ラジオで浜さん紹介してくれたからって、もっと大岩戸関がね、手弁当で来てくれて、放送の応援って、放送じゃないや、選挙の応援ってどうするの、さっぱり分かりませんけど応援しますなんていう人が皆さん来てくれて、それが非常に力になった、皇太子になったっていうかな、権力対草の根みたいな私結局なったことが、またそれで良かったのかなと。あら、なんかこの2人が、あ、ごめんなさい、なんか盛り上がってて、ちょっと話しようってあれなんですけど、それだけ福留さんも羽田さんを応援しようと思ってくださったっていうことは、もう本当にお二人は長いお付き合いでいらっしゃるってことなんですか。出会いってズームインですか。どこか私はそうですね、ズームインでございます。そうですよね、だから何年になる、30年それを福留さんがずっとやって、花さんはいわゆる山形放送、山形からの中継でっていうことですか。はい。あ、そうですか。で、まあ、最初の僕の福留さんの印象というのは、素晴らしく仕事には厳しい、
その仕事に厳しいのは商社に対して責任を持っているということで、いいものを出さなきゃダメなんだと、そのことには厳しい人だというのと、あと驚いたのはすごく人を楽しませてくださる方だなと思って、どっちかといえばバラエティ志向なのかなと勘違いをしてたんですが、実は福留さんのルーツは報道部でいらっしゃったというね。そう、記者上がりなんですから、バラエティは徳光和夫さんに任せた方がいいんだよ、ね、心配まあ、いまだにやってますけどもね、僕はしんどいよ、しんどいよって言いながら、眠っててお前金になるんだよ、俺の2勝前から、すいませんって感じですけどね。あ、そうだったんですね。でも浜田さん、3年半と経って、それこそ安倍さんと今とじゃあ変わったかというと、残念ながら何にも変わってないよね。おっしゃる通りですね。ね、菅さん、岸田さん、うん、顔は変わったけれど、やっていることは一緒だし、なんかかえって悪くなってきているのではないかと皆さんも、ね、感じたりしたと思うんですよ。で、僕も福留さん、すごいなと思ったのは、私が移行者で来て、いや、あくん、今までやってきた仕事を続ければいいんだと、我々放送の仕事も小さな声を拾ってぶつけていく、社会をより良くしていく仕事なんだ、政治だってそうだというふうに励ましていただいたのと、やはりね、福留さんって、あ、こんなにも正義感を持ってらっしゃる方なんだと、これはね、びっくりしますよ。いや、すごい正義感なくて、正義感といいますか、土佐のコーチには坂本龍馬ってすごいのがいるもんですからね、みんな子供の頃から彼を憧れにして生きてくるんですよ、小学校の小さい時から。ですから、妙な、ちょっと偏屈というか、土佐弁で言うと、いごっそうっていうんですけど、もう偏屈な親父にこう小さい時から育っていくようなルートができてて、でそのくせ、首根っこは神さんにつかまれているという、土佐は女が強いですから。先も強いんですけれども、女もですから、そういうところで育ったのが少し残ってるかなとは思うんですけど、そういうのはあんまり本人も何もないですよ。で、やはりそのなんて言うんでしょう、今のおかしいことに役割がダメなんだ、弱き者の味方にならなきゃいけないんだというのと、当時からも少し始まっていた今のマスコミ、新聞もテレビも含めてですけど、忖度するようなのおかしいっていうのをはっきりおっしゃってるので、びっくりしたんですけど、今もその気持ちは変わりませんか。いや、今こそ逆に浜田さんもそう思うと思うけれども、メディアの役目を果たしてないというか、庶民の立場から権力に対して物申すのがメディアの仕事、はい、それが今はすり寄ってる、うん、もうどの新聞もそう、ちょっと残念、テレビに至っちゃもっとひどい、なんで安いお笑いさんばっかり使うの、それがニュースをやってるのよ、怖いよ、とってもそこまで行っちゃってるって。だから本来はテレビは消しちゃいいんで、気に入らなきゃ消すっていうチャンネルがあるってことを忘れちゃいけないよと思うんですけれども、残念ながら我々の年になると寝ててもついてる、不思議ですよね。おい、神様黙ってそっと消すと、おい、誰が消したのって目が覚めちゃう、これが困るんですけども、それぐらいテレビっていうものがこう血液の中を流れてるからこそ、もう少しメディアというものが責任を持つべきだと思うんですけれども、残念ですね。とてもそれは残念ですね。エンターテインメントの面白さも落ちているし、やっぱり報道としての伝える力も本当に落ちてますもんね。もう見る影もないという感じがします。だから浜崎は私の時代がテレビの黄金時代で、一番いい時代にいい仕事をしてさせてくれる、土俵を与えてくれたっていうのは本当に感謝をしてますけれども、今のテレビの業界の方々は本当に売り上げも我々の期待の半分になってますし、スポンサーがつかないという意味ですかね、しかも視聴率も半分以下になってます。でメット言ってじゃあなくなるメディアかというとそうではない、それはウクライナが見ての通りで、ああいうことが起きた時にやっぱり最前線に立つのはメディアでしょうし、それは当然残っていくんですが、今のままではいいわけがない、これは思いますよね、何とかしなければいけない。ウクライナの話も出ましたけど、実はトメさんは元報道部ってことですけど、ベトナム戦争の時代に実は海外にいらしたんですって、記者として1969年にちょうど
ベトナム戦争が始まった年にベトナムに入ってました。カメラ、当時はカメラでしたから、カメラ回しながら現場に入ってまして、バンコクをベースにしてから入っていって、それで先輩に撮った映像を持ってからバンコクへ、バスに12時間か13時間揺られて帰ってきて、でバンコクの空港に行って、でこのフィルムを持って待ってる、当時はフィルムですから、これを持ってると、スッチーさんが出てきて、キャビンアテンダントさんが出てきて、彼女に渡して、それを羽田、成田へ送って、でそこから報道記者が持って、テレビ局持って帰って、日本テレビ持って帰って、すぐ現像して、それを放送してたっていう時代だったですね。それだけ時間がかかって。そうです、それでも3日遅れ、5日から2日撮ってから、2日来週3日でしたね。ですから当時は、もうすでに、戦場に行くのは、独身者に限ってましたんで、当時はね、初対面じゃいけなかったものですから、若くて元気にある、駆け出しの記者が現場に行った、そういう時代でしたね。まあ、だからその、最初は私はその楽しい番組のイメージしかなかったんですが、そのトメさんにこういうルーツがあって、それがやがてね、今のその考え方であるとか、ブロードキャスターにもつながってたんだなと。だから一番困ったのが、いろんな番組をしなければいけないし、いろんな経験をしなきゃいけないですから、寄席の番組もやったし、それこそ野球中継もやってますし、アイスホッケーの中継もやってますし、あらゆるものを体験してるんですけども、どっかやっぱり最後の最後まで残っているのは、やっぱり現場にいたい、現場の事件のことの起きている最前線にいたい。2000年の時もそう、ドイツもそう、常に現場のその瞬間に現場にいたかった。それはやはりどうやっても譲れないところだったものですから、その報道からアナウンサーになるって言って、ここにこの親父さんが僕を、アナウンサーになれって報道から連れて行ったんですけども、もう抵抗しまくったけどダメだったんですけども、でもやはりしゃべり商売でありながら気がついてくれると、やはり自分で番組作ってる、しかも作ってる番組はほとんどドキュメンタリー、現場に足を入れてるっていうことが多かったなというふうに思います。それはもうそういう度胸をくれた会社がすごくあったかかったなと感謝したんですけども、その度胸のあった福留さんが楽しい番組を活躍して、まあ皆さんもね、印象にあるのは高校生のウルトラクイズもそうだし、それからアメリカ縦断のねクイズも本当に楽しかったんですが、そういう楽しい話もお伺いしたいと思うんで、その辺のなんかこぼれ話というか、はい、ぜひ聞かせて。まあ、そんな話だよ。いや、いいね。いや、でも、ね、皆さん、ちょっとだけ昔の俺が言ってましたから、ね、浜田さんにね、うん、でもまあちょっとその話をする前に、残された道をどうしようかね、何するこれからみんなのためにあ、なるほど、人気でね、うん、まあ、まさに今までもそうしてきたんですけど、皆さんの声を一つ一つ聞いてそれをぶつけていく、まあ、議員になるときに今日も来ていただいた船山さんも、サボらずやんなきゃダメよ、サボらずやってると思わぬ形で動くことがあるよってアドバイスを受けたんですが、その通りね、やっぱり皆さんの声を伝えてると思わぬ形で動く、そのことがあるんですね。だからそういうことをサボらずやっていかなきゃいけない。例えばもう議員になってすぐ、もうすでに日本海沖の地震が起きていた、観光支援があったところがツアーでしか当時使えなかった、バンコク屋の若い頃から知り合いの支配人から、母さん誰も使わないんだよ、個人が使えないからダメだって言って言ったら、あっという間に個人が使えるようになりました。非常にスローカーの地元の皆さんに喜んでもらった。で、後から聞いてみると、実は予算をつけたけど全然使われてなくて、で使われないと後々会計検査員が入ると、もうこんな使わない予算を決めたのはおかしいという指摘を受けるので、渡りに船運用改善で厚見温泉船舶分、村上市船舶分、私の地元知ってますから、厚見温泉だけじゃないんだスローカーというんで、湯田川とか湯浜にも個人で使える枠をっていうんで、あ、これはその通りだなと思いました。そのことを伝えて今一生懸命やってて、で山形チーム船山さんと一緒に二人三脚とかね、一対一が字じゃなくて3人も4人も力になるんで、一緒の会派で頑張っている、その声を伝えることがまた皆さんにとってもいいことになる、
で、船山さんは今度はより日本全体を幸せにするっていうんで、党に入って法律を変える、政策全体を変えるってことをやってて、私はじゃ あのね山形コンビとしては、じゃあ細かい仕事は俺がやるぞっていうことで今一緒になって、である時なんかは燃料が上がったセーフティーネットで、重油が上がった時のセーフティーネットがあるんですね、うん、それが小上農協から、小上地方農協から、いや実は同じキノコでもキノコはダメなんだ、リン酸物だからって言って、でマッシュルームは畑作物の縦割り行政でなってるんで、こっちセーフティーネットありおかしいっていうんで、例えば農業のスペシャリスト船山さんと一緒に訴えて、そういったことをやっていくと少しは前に進んでいくんで、そういう、こう、そういう少し前に進んだ実感をこう感じるっていうのがやっぱり、まあ、実感ってよかったことですよね、まあ、そうですね、皆さんから感謝してもらうと、いや進まないこともあるのよ、ごめんなさい、いろいろ本当にね、何米とかもあるんだけど、いやーっていう時に一つ進んで皆さんから感謝されると、やっぱり船山さんのそのアドバイスに戻るんですけど、ああ触らずやんなきゃダメだなと、ね、本当あとはいやまさかこういう議員になると思ってなかったので、やっぱりねひたすら頑張らなきゃいけないからというので、東京行ったり来たりしてた。そしたらさすがに当初私は鬼コーチ船山さんと言ってたんですけど、その方が受けたんでそう言ってたんですが、優しいヘッドコーチでね、あんまり飛ばしすぎやがさ、体持たないわよ、体壊しちゃったら有権者のためにだって山形の人のためにならないんだから、我々の仕事の難しいのは体壊さない程度にサバガーズ頑張るっていう、難しいのを自分でコントロールしなきゃいけない、そういうことも教えてもらったりしてるんで、今そのことで一生懸命だ。新幹線乗ってくれるとやっぱり結構時間かかるよね、まあ、ちょっとね、つまりこれだけの距離が離れてるところのみんなの声を長田町に届けるって、俺は雪を意識しながら、これは大変なことだなと、僕は文京区のど真ん中に住んでるんですから余計それを感じまして、うわぁここから聞く耳もたない長田町に話するのはどうすればいいんだって、このちらほら雪を見ながら、そんなことを考えながら列車乗ってたんですけどね、大変ですよね。おっしゃる通りで、でまあこの後実はご挨拶の中で話しようと思ったんですが、福田さんに振っていただいたんで挨拶を短くしてここで喋っちゃいますけど、今ですね、議員になって初めてびっくりしたのは、地方の病院、合併だ合併だって病床減らされてる、なんとかしてほしい。で、3年半前議員になって厚生労働委員会訴えたら、なんと自民党席からですね、そうだっていう声が飛ぶのですよ。新人議員としては、野党の意見に自民党賛成してくれるんだと驚いたけれど、再び厚生労働委員会にこのさっきの国会から戻ったんですが、やっぱり薬の値段が下げられすぎていると、まあ、山形弁で言うと本当は2年に1回のはずだったが、1年に1回、まあいわゆる税金を出したくないからギリギリと絞られてるんですよ、下げられすぎているんで、それおかしいと同じように自民党の医療族から、そうだそうだ。ところが厚労大臣は医療のトップというよりは出身財務省ですからです、加藤厚労大臣、意の味方ではないのであります。あの髪型なんとかしてくれるで、実際にはよく我々選挙の時に与党でなければ何もできないんだと、野党の議員なんか選んじゃダメなんだというのを与党議員はもう言い続けてるわけですよ。全く逆なんですね。2日後自民党の医療族の今トップリーダーもしている地味花子さんっていう人柄のいい方でね、よく会話してるんですよ。エレベーターだったら、浜さん、薬価、薬の値段なんですか、薬価とか、薬価のこと質問してくれてありがとう、共に頑張りましょう、なんて、声が届かないのよ、自民党内では。私としては、何言ってんですか、与党でなければ何もできないと言った、あんたがやりなさいと言いたかったんですけど、それだけ自民党議員は、まあ、いわゆる幹部が決めた、そのことに賛成の票を投じるだけで何もできない、逆に今与党だからこそ何もできないことが続いていて、こんなことが続いているのはこの国際的にもコロナでも危機の中で本当に大変なことで、日本も本当に大変なことになっちゃうっていうのを実感してるっていうのが実情で、
船越さんも前で聞いて、まあ、いただいてます。議員になったらすぐにね、あと与党の議員なんかこれ質問できないから質問してって船山さんに頼みに行くんだよって言ってた。その通り私もですね、これ質問してほしいなんての3年半経ったら言われるようになって、何言ってんだと、何のためにあなたは与党の議員になったのですかと、いうことを言うような議員が多い。だこのさらに物価高が続く、コロナもまだね、電池が見えない、ハイパーインフレになるかもしれない、国際情勢も大変、こんな中でこんな政府与党でいいのか、やっぱり何とかしなきゃいけない、何とかしたんだねと、何とかしればねと、沖縄の面々からは何とか三なめじゃないでと、何とか死んなめが沖縄ではと言われるんですけど、そういう思いをやっぱり与党だ野党だっていう時代じゃなくて、この危機に国民にいいことをしていかないかな、そのために協力しなきゃいけないじゃない、何やってんのよということを感じて今、まあ、薬の問題なんか特に私なんかのここはえらいかかってくることですし、いつも考えなければいけないことと思うんですけども、それよりももっと僕たちの下、もっともっともっと下いった若い人たちが今の自民党の政治を見てると政治に対して何の関心も持たない、はい、その皆若い人たちに持ちたくない、つまりの興味がないというぐらい今の若い人たちが政治から離れていってる。でその子どもたちの時代のことまで考えると、一番やはりもう真っ先にやってほしいことは、もっともっと政治に対してみんなが目を向けてくれる、そういうことがもっと何か起きないのか、安倍さんのような事件が起きたってこの点だらけですよ。だから未だにいかにみんなが政治に対して興味がないのか、それともそれは永田町の方にも責任が若干あるんじゃないかというふうにも見受けられますよね、今の状況は。これが一番怖い、僕たちは、まあ、与党がだらしないのはその通りだ、野党はじゃあ何やってるんだと言われることも多いので、そうした中でやっぱり声を国民に訴え続けて、諦めず訴え続けて、その国民にもその熱が伝わり、一人一人の市民の皆さんがですね、今の政治おかしい、ここおかしいよと、これを分けなきゃダメなんだと気づくようなね、その方向に持っていかないと世界中が大変なことになってしまうんで、富さん、何そのいい方向ないですか、何か。ね、そう思うよ。だって、立憲の方も国民の方も来てるけど、なんかもう一つ人気がないのが悔しくって、なんでもっと人気がないんだよって、その人気取る方法なんて俺たちもこびちゃいけないから、そんなことはやったこともないですけれども、でもやっぱり60年テレビの画面に出てるっていうことを考えてみると、ここは結局本音で自分をやっぱり真っ裸にして全部さらけ出して見てもらって、嘘偽りなく全部をやはりみんなに理解をしてもらうことしかないのかなと思ったんですよ。だからやはりこれだけやはり頑張ってる、その立憲にしても国民にしても一生懸命頑張ってる、無所属の皆さんも頑張ってる、でも頑張ってるっていうけれども、じゃあ国民がそれに乗っかって応援してくれてるかっていうと、そこまでの関心がないのが実に残念ですね。だからなんでここまで、何かや僕はアメリカのことはあんまり好きじゃないんですけども、でもやはり民主も共和もやはりいざ選挙になった時には国民挙げて国を挙げてやはり大きな戦いを見せるし、国民みんながそっちへ興味を持ってくれるじゃないですか、はい、でその一票の重さも含めて自分の気持ちで政治を動かしてみようという、そういう気構えというのかな、そういうものがあまりにもなさすぎる、これが一番残念ですね、悔しい。そういうものを持ってくれるともう少し政治が変わってくるような気がするんですけども、そこが一番残念です。そうですね、国民も立憲も本当にね、さまざまなやつがいい政策を出してるんですけど、そこがなかなか届かないんでね、で報じられるのはなんかこう意見が違ってバトルしてるみたいなところばかりが報じられてですね、そうじゃないためにどうしていくかっていうことを我々も考えなきゃいけないし、もう一つね、やっぱり私マスコミ出身でこんなこと言ってはいけないんですけど、今やっぱりね伝える方の力も落ちていて、役所からリリースっていうのが
報道リリースが出るとそれをリライトという書き直しただけでも終わってしまうというね、そういう人も多いので、そのこと自体も今度はそれを受け取る側も不幸なことだなというのを感じています。で、ぜひ楽しい話をしましょう。せっかく太郎さん来てくれたんだから、なんかウルトラクイズで問題の作り方とかね、すごく面白い話をいろいろ聞いたのと、あ、そう、一秒息災の話をしよう。私素晴らしく楽しい人で健康で、そういうイメージがあるのか、実は後から聞いてみるとペースメーカーを入れてらして、実は二十歳の頃からで、ウルトラクイズはなんか制限があって、本人は走る演出 NG というようなことも聞いたら本当なんですか？ずっと今も思ってる病気なんですけど、ですから僕は新勝者1級、二十歳からですよ、ずっと。二十歳からですか？新勝者1級なんですけども、でもそれは自分ではあんまり考えないようにしてるんですけど、まあテレビの中でぶっ倒れるのはみっともないから、お前は走るなと、みんなは走らせるから、みんなは走らせたんですけど、でもそれにしましても、本来はしゃべり商売ですけど、自分でプロデュース、ディレクターもやってたわけですから、当然のこととしての負荷はたくさんありました。で、予算のウルトラクイズがあれ、2時間の番組を、3回放送するのに約5億円、その5億円のキャッシュは実は私の左足と右足に前に出たんです。アメリカのテレビ局やイベント会社とか、アメリカ人が出てくださって日本人を信用してくれないんで、その場でキャッシュでお金を渡すもんですから、全部イベントが終わってから私は足からお金を、ドル札を出すんでキャッシュで支払っていて、で、ロサンゼルスからアトランタあたりまで行って、金が底をついたらニューヨーク支局から日本テレビの、そこからまた、一人社員が現金を持ってきて、また私の両足にこう、ドル札いっぱい巻いてから、それで旅をしてたっていう、そういう本当に現金を走って、現金社員が、あの大きなツアーですけど、下手の方も多かったんで、社員が2人しかいない。社員は2人しかいなくて、私とアシスタントディレクター1名だけで、あとは制作会社が僕と一緒に番組作ってた仲間が、テレビマンユニオンという会社ですけれども、まあ、今、社長が会長になってますけども、その連中がまだ APO のディレクターの頃に一緒にやってましてね。ですから、社外の人にはキャッシュの管理はできないわけですから、ね、日本テレビがキャッシュを管理するわけですから、そうすると2人しか、34名のスタッフの中が2人しか日テレがいないわけですから、当然、理事長も腕のいいやつを一本釣りで1人2万ぐらいでやってきますから、いちいちですよ、で雇ってきますから、腕のいいディレクター、カメラマン、いや、カメラマン、ディレクター、それからロゴも含めて連れていきますんで、それでキャッシュは私が持っていくことになってたんで、そんなことまでやりながら、楽しませてもらってました。いや、番組も史上最大というか、日本史上に残るやっぱすごい番組だったということなんですね。あとはね、はい、長い間やっぱりね、ツアーで行ってますので、恋に落ちたり結婚したりっていう方も随分いたんですね。あ、結婚した仲間としたのも3組ぐらいいますし、それで結婚したのは10組くだらないね。あ、やはり一人こう旅をつらいでね、そういうことになっちゃうとね、本当に旅の間はさせませんよ、許しませんけどね、帰ってきてからは知りませんから、まあ、ただ一回私ウルトラクイズ出ましたって言って、後楽園来るだけで5万人いますからね、5万人も出るわけですからね、出ましたって言われたって困っちゃうんですよ。やっぱりアメリカまで渡ってくれた人の中からだったら覚えてますけど、それは仕方ないですけど、でもそれも私だけで12回か、福田君が後継いで、お前長くやれって言うのは、14年でやめちゃいましたって言うのは、ばっかやろうって感じで、だからハトリーなんて1年でやめちゃいましたからね、だからみんなその後は続かなかったんですけど、でもまあ、そんなに長くやる番組でもないし、一番いいところで、テレビの一番いい時代に5億円、お金使って視聴率稼いで好きなことやったのは良かったなという、今そんなお金なんかテレビ局ありませんのでね。いや本当にね、みんなの本当ここにいらっしゃる方も皆さん本当に
知力体力時の早く来い来い木曜日っていうのを楽しみに来てみんな見てたんじゃないかななんて思いますけど、3年前の話ですよいやもう本当に先生まだまだお話尽きないんですけど、本当にお時間がだんだん迫ってまいりまして大変申し訳ありません。ぜひ留美さんから一言はがきにメッセージあればいただけますか。私も実はいろんなところから出ろ出ろって言われたことが当然何度もあります。でも私はできないと思ったんです。っていうのは短気もんです。人の話をじっくり聞きたくない方です。で、俺がの坂本龍馬です。ですからあまり自分には向いていると思わない。高知県からいい政治家なんて出てこないんです。高知県でじゃあ誰が一番有名って言ったら岩崎弥太郎ぐらいかな、他にはあんまりいないよなというぐらい、どちらかというと、みんなと仲良くはできない。馬を回していくこともできない。だからこれは僕の最大の欠点だと思うんですよね。でもそれが欠点であり長所でもあるわけですから、これはもう81年やってきましたから、もうあとはどうなるか分からないですが、90ぐらいまで嫌われながらも生きてやろうかと思ってるんですけども、頑張ってやろうと思ってるんですけども、自分の生き方は変えない。だから阿波さんもいろいろ皆さんのことを聞かなければいけない立場ですが、やはりここぞというもの、これは絶対にというものは突っ張りまくってほしいなと。特に永田町というところはその突っ張るのは難しい。ちょっと突っ張ると叩かれちゃう。必ず寄ってたかってになってしまうような世界。僕は記者の時代にやっていこうと永田町に通いましたから、報道の時代によくあの世界を見てきましたし、自分の身内も実は衆議院議長まで行ったもんですから、大島忠盛が身内なもんですから。ですけども、だからあの世界は嫌とほど聞いてもいましたけれども、大変な世界だと思います。ですので、大変だけれども絶対に譲らないことは譲らないで突っ張りまくって、しかもあなたを支えてくれたこの皆さん方の一人一人の思いを汲み取るのは大変難しいと思います。こういう機会をもう少し増やして、今までコロナの影響でできなかったことをこれから、1日でも2日でも1時間でも5分でも1分でもいいですから、地元に帰った時には皆さんの話をたくさん聞いて、それを永田町に反映させるように頑張ってください。期待します。
まってくださったその思いを受けてですね、頑張っていくことを誓わせていただきます。そして先ほどのあっという間の3年半だったなという思いがあります。船山さんの選挙で、ああ半分3年になったんだなと思いました。それから半年の早いこと、あっという間に3年半になってしまいました。この3年半ほとんどコロナでですね、なかなか直接お会いするような機会もなかった。それでもようやくですね、さまざまな会合が開かれ、昨年11月には温かい県政の吉村知事もこうして知事と語る会を開いたということもあって、2月ではありましたけれども、今回花道屋としては初めてのこの会を開かせていただきました。本当にお集まりいただいた皆さん、ありがとうございます。今も福留さんとの対談の中でも申し上げましたけれども、議員に押し上げていただいて以上はサボらず頑張らなきゃいけないなという思いで、皆さんの声をひたすら聞いて、頑張ってきたつもりです。しかしそれでも全県ですし、コロナでしたのでなかなか、回ることができないところもあって、浜道は何してんだとさっぱり来ねえというふうにお叱りもいただきましたが、ひたすら皆さんの声を聞いてこれからも頑張ってまいります。そして先ほどもちょっとだけご紹介したんですが、皆さんからさまざまな声を寄せていただける、これは本当に私にとっても力になっています。私ラジオを担当しているときには、農家の方はラジオを楽しみにしていただいて、農業のことはラジオを聞いていただいているリスナー、聞いている皆さんから教えていただきました。私にとっての農業の先生はラジオを聞いていた県内の農家の皆さんです。今日もその皆さんの何かがですね、来ていただいております。その皆さんの声を受けてさまざま質問もしました。例えばコロナになってすぐ花を栽培している農家の方からは、突然ですね、大規模な例えば母の日の納品が東京の業者から直前にキャンセルを受けた、人が全く出なくなっちゃいました。こうしたことがあるって言って、農林水産大臣にこういうことがあるんですよ、なんとか農家のために次の花も作れない、この農家のために支援してください訴えました。兄博雅当時の農林水産大臣がその通りですって言ってくれたんですよ。で農林水産大臣も私の支援者に、胡蝶蘭の大規模な栽培農家があって祝い元が全くなくなっちゃった、注文がなくなっただけではなくて売れないその花は、鉢がまた大きいですから、胡蝶蘭は産業廃棄物として売れなかったものを廃棄するその費用までかかるんですよ、なんとかしましょうと言って、直作への大きな補助が決まって喜んだんです。山田さん、皆さんが喜んでもらいました。そしたらその後どうなったかというと、これは声をいただいた方が手を振っていただいたんですけど、これはなんとですね、第1期は行われたんですけど、ほとんど山形県からは申請できないうち、第2期の申請が進んでいるときに、あまりにも申請が多くて財務省から待ったがかかり、農林水産大臣もこれは諦めざるを得ない、国が一旦決めたことをちゃぶ台返し行えなくなってしまったというとんでもない結果になってしまった。ここにもですね、3年半やってみると、かつては日本は政治は三流と言われたけれども官僚一流と言われてですね、官僚が日本の発展を支えていた面があるんですよ。これがアベノミクスですよ。安倍内閣からのやはり官僚に対する締め付け、人事は内閣がやる、忖度するような官僚だけが出世するようになって、多くの優秀な官僚が辞めていった。そして官僚も今三流になりかけている、怖いんですよ。だから日本はかつて日本を支えてくれた優秀な軍団が忖度という名で政権の政治家の言うことを聞く者だけが上に行って、その力が全く発揮できなくなっている。そこにコロナが起き、世界的には
ウクライナ、大変なことになってるんです。で、図らずも、亡くなってしまわれましたけども、加納道彦先生、この加納さんが私が当選した時に、加納君いいか、これから世界は大変なことになるぞ、頑張って国民のために勉強して、この国をなんとか救ってくれ、そう言いました。優れた政治家は時代の先が見えていたんだと思います。加納先生が予言した通りの今の状況になりました。急激な物価高だけではなく、トリプル安と言われるような経済の大混乱が迫っているかもしれない。そんな中でですね、この官僚も力を失い、政治家は相変わらず三流、やるやると言って決められない。こんな中で本当にこの先怖い。与党だ野党だなんて言ってる場合じゃないんです。先ほども言いましたけれども、本当に日本のためになることをみんなで協力してやっていかなきゃ、この国は大変なことになります。皆さん諦めず声を上げようとはありませんか。そして代表質問で私も総理に言いました。大事なことは国会が終わると突然決められて一部の者が決める、総理は民主主義を大事にしてないわけではないか。総理はこう言いました。いや、議会制民主主義だからいいんだ。与党が決めて、その後国会で話して、まあ、つまり3分の2も持っている与党がですね、賛成すれば何でもできてしまう。これはロシアや、そして北朝鮮のように独裁者という一人の人間はいませんけど、与党が決めたことが数の力で全て通ってしまう。独裁国家に近いような状況になっている。こんなことおかしいですよ。日本の防衛はどうあるべきか、こんな防衛力が必要だ。これみんなで国会で話し合って、考えの違いを認め合って決めていく。その当たり前の民主主義の日本を取り戻そうではありませんか。そしてもう一つ、総理がこう言ったんですよ。何に対して言ったかはこう省きます。社会が変わってしまう、社会が変わってしまうから慎重にならなければいけない。総理はこう言った。我々政治家の仕事とは何でしょう。社会をより良く、少しでも良くしていく、そのことではないでしょうか。落合恵子さんの大好きな言葉で今日の挨拶を締めたいと思います。みんなの優しさを集めて社会をより良くしていきましょう。そのために声を上げ続けようではありませんか。皆さん引き続きどうか皆さんの声を、与党野党問わず、そんなことを言わない、本当の意味で県民市民国民の声を聞く、その政治家に一票を投じることで、この国をより良き方向に変えていこうではありませんか。皆さん力を貸してください。